まぶしい。自分から居場所を教えてあげますね。何も決めておりませんけど、眉毛茶色すぎ。思い出の地おりましてよ。今日はお昼です。ちゃんとで、あと久しぶりに外に出たらメイクがお喫煙所です。懐かしいでしょ、みんな。なんかだけど、まだなんか元気が出なくて、なんかさ、さっきからいろんなお店がいろいろあるはずなのに、マジでカレーの匂いしかしねえ。カレー屋はない。なんかどこも開いてないなぁ。で、今日こんなあったかいのにして、寒いと勘違いしてカイロを持ち歩いてて、めっちゃ手があったかいです。っていうか、このちょっと前に喫茶店好きじゃないし、コーヒー好きじゃないって言って、これよ。行く場所ないんだな。なんだこれ。気をつけてください、これ飲む人。本当は新宿のレノアールだったらめちゃくちゃそのマルチが見れるかなと思ってきたんですけど、さすがにマルチするにも早い時間だったかも。お店がガラガラだもん。最近もう流行りじゃなくなったのかな。流行ってたのかな。そうですね。マジ優雅だわ。めっちゃ優雅だったのに超でかい灰が飛んで。急に新宿でゴミダメなのがバレたな。なんかたまに喫茶店ルノワールとかドトールとかだったらこうアイコス1本だけ試していいですよみたいな、あれがないです。順番失敗したかも。めっちゃお腹減ってる。めっちゃ超顔ちっちゃくなったけど、気づいたら2時間ぐらいでメンチが全員変わっておりました。なんか新宿のルノアールはマルチはいないけど謎の仕事のやつが多すぎる。その面白い話とかないくらいに何の仕事をしているかわからない人が多すぎ。お、あっか顔。よし、で、あの、なんだっけ。あ、ルノアールに入った時に紙タバコがないの忘れてたんで、てか、なんだかんだ言いすぎてもう日が暮れんだ、じゃあこれ、どうしよう、取って払おう。え、取って払おう。ライターの場所、あ、まだライターどこ。こんにちは、一番安いライターがいい。あ、192番一つください。なんとかどうか、払えない。ご名確認とご協力、身分証明書をご提示、ポイントカードをお持ちのポイントカードを用意しました。あ、あります。身分証ってことですか。ちょっと待ってくださいね。いや、え、書いてます。ここにも書いてありますよ。で、スイカで。ありがとうございます。どういうことだよ。なんか年賀されて、その上でどこに年齢が書いてあるかわからなかったらしい。しかもスイカで払ったから動画が一回切れ
ったと思ったけど、スイカの残高もなかったです。どういうこと。これ最近ハマってんだよな。無事ゲットできました。こんな時間に誰もいないから貸し切り状態。これ話してたら多分1時間ぐらいの尺の動画になるからあんまり触れないと思うんですけど、日本人がメインイベントで出てるのがやばいんですよ。いやー、マジでよかったな。そう、寝てるからってこと。でもこれ言ったらボクシングのファンにすごい嫌がられるかもしれないんですけど、私はネギが勝った世界戦もちょっと見てみたかったんですよ。あの普通にボクシングを正当なスポーツではなくて人のと人の殴り合いと思って見てるので、そのスマブラみたいな感覚でしか見てない。どっちが勝ってもおもろいんですよ。めちゃくちゃボクシングの話した時だけ饒舌じゃない。あーで、はい、もらいました。ちょっと喋りすぎた。一回てかこれ声入ってんのか。そうそうそう、最近投資をやめてたんですけど、逆だね。最近やり方はこんな色してめっちゃ硬い。やばない？何？毛が生えたホタテにしか見えないな。食べます？うん、うまっ。からしがめちゃくちゃドラクエのスライムになる。これもしからしが銀色だったらハグレメタルだったね。ちなみに今ハッピーアワーらしい。別にいつもハッピーなんだけど。これは今居酒屋で一番映えるやつです。ほんとか。ビアピー。なんか面白いゲームがあったら教えてください。